ハロウィンのシールめちゃくちゃええやん。どうもチャップです。プラズン2をプレイしていきたいと思います。ということでレギュラーマッチやっていきましょう。今回使っていく武器はスクリュースロッシャーベッチューなんですが、それは一旦置いといていただいて、皆さんに見てもらいたいのは炭酸ボムとサブウィンク効率アップ 3.9 のね組み合わせ、これをね見ていただきたいんですよ。一度にね2個投げれますから、炭酸ボム2個も投げれたらめちゃくちゃお得ですやん。めちゃくちゃバンバン爆発しますやん。炭酸振りまくったらめっちゃやばいですやん。まるでメントスコーラのようですやんっていうことなんですやん。めちゃくちゃですやん、言いますやん、いうことですやんね。わかりますかね。いきなりギア上げすぎチャップということでね、まあ、とりあえずねパン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 炭酸ボムを投げてですね、炭酸パーティーしようというのが今回の動画でございます。さあ行きましょうか。投げるだけのシンプルなね動画でございます。しょっぱなにじゃあ見ていただきましょう。シューンシューンって、ほらすごいでしょ、ほんまに。2個投げたらあれやね、メイン武器振られへんやん。それは弱点ですね。投げて1回は振れんのか。なんかデスしてるぞ。なんでデスしたんや。なんでデスしたんかわからんけど、なんかデスしましたね、スクイックリンの人ね。誰かになんかやられたんかちょっとよくわかんないですけどね。ほら1回目の炭酸ボムを貯めてから投げれることによってですね、ちょっと微妙に2個ともねこの時差がね発生するんですよ。この炭酸ボムの時差が発生するって、それをまあ皆さんに見ていただきたいかなって。おい、オッケー。自分にナイス炭酸ボムの力ですと。あ、しかもさ、これあれじゃないのか、炭酸ボムさ4個投げれますね。スーパー着地をうまいこと組み合わせたらね。その事実に僕は今気づいてしまいましたよ。いやもうおじいちゃん。はい、ナイス。やっぱ連携ですよね。味方の人とこうやって今のように協力して倒し合うのがやっぱりポイントだと僕は思ってるわけなんですよ。まあ、でそこリッターの人おるけど、リッターの人はあどこ行った、あリッターあそこおりますね。なんか一生懸命塗ってはるけど、これを倒すのもちょっと心苦しいですけど、自分にナイスですね。じゃあ炭酸ボムの4個投げしましょうか。もうそれが今回の動画のメインですよ。2個どころじゃなかった。1、2でスーパーチャクティしてから1、2。いやーいい声に強いと思うんですけどね、僕シンプルに。あいね、自分にナイス。ほんでこれ普通に、あこれ普通に倒せんじゃん、こうやってシューンって。いやバケツがシンプルに強チャップっていうことでさ、でこの炭酸棒メロンソーダ投げてからのこのコーラ投げるみたいなね、こういうコンボなんですよ。いきますよ皆さん。はい、メロンソーダ投げてからこの抹茶ソーダ投げるみたいな。危ない。いや自分ね、あ強いんじゃない本当に。なシンプルに強いんじゃん。これ2個投げます、ほんでこれ使います、ほんで2個投げますって、いや強いんじゃないの。いや本当になんか楽しなってくるぐらいのあの技でしたね。これ4個投げですよ、4個投げ。もうほんまにもう平成で一番強烈なね、もうほんまにインパクトある必殺技だと僕個人的に思っておりますよ。これ炭酸ボム2個飛んでくるんですよね。ほんでスペシャルあったら4個ですよ。ナイス、味方強いですね。でこうやってこれメロンソーダ投げてからのこの抹茶ソーダ投げるっていうね、このコンボなんですよ。このね緑コンボなんですよ。つまり緑虫っていう動画なんですね。わけわかりませんけどね。はい、溜めますんでこっちも投げますと。いやいい感じだと思う。濡れるしね、濡れるしやれるし、もうほんまいいことしかないですもん、ほんまに。ナイス、ここにシューンシューンでスーパージャック地無駄に使ってシューンシューンで、ほらこういうことは、ほら強いやん。いやほんま自分にナイスですよ、ほんまに。炭酸ボムの4個投げ強かった。インクおじいちゃん、インクおじいちゃん、危ない。僕は今ね絶対デスしたかなと思ったけど、いけました。はい、これ炭酸ボム、はい炭酸ボムと、もうめちゃくちゃいいですやん。ボブがいっぱいです。ジブリがいっぱい、なのに僕の動画にはボブがいっぱいということでさ、これインクなくなるの気をつけなきゃいけませんからね。よいしょ、あ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 よいしょ。いや強かったですね。まあ、強いというかめちゃくちゃ味方の人が攻めてたんで、安心して何もせずにボムを投げてられると、すごいメロンソーダの動画でしたよ。メロンソーダか、まあ、抹茶ソーダか、ほうじ茶ソーダか、緑茶ソーダみたいなね、もうお茶やったら何でもええやんいう感じの動画やったんですけれども、いや強かったですね。炭酸ボムの1個投げやったらちょっと使い方難しいかなと思ったんですけど、何個も投げてたらこれただただ強いですね。はい、2試合目は立ち用パーキングで炭酸ボムいっぱい投げてね、炭酸職人を目指していきましょう。これが一流の炭酸職人やんっていうことですね。さあ炭酸チャップとしてなお8000人いきましょう。ナイス、さあいきましょうか。
まあ、この辺で2個ぐらいシューシューで、ほら綺麗ですよ、ほら見てください、これめちゃくちゃ綺麗ですよ、すごい塗りやすいぞ、ほらほら4個投げたらほとんど塗れるという、もう素晴らしい、綺麗ですねというね、謎な楽しみ方を僕は覚えました、丸みたいなね、人気みたい上から投げても綺麗なんじゃないですか、こうやってシューシューで、ほら綺麗ですやん、インク足りませんけど、シンプルにね、ということで、まあ、スーパーチャップですね、スーパーチャップを早いこと貯めてる、あなんか、いや待て待て、ハンコ来てますやん、ハンコ注射が、ハンコ注射暴れとるで下で暴れてたでしょ、あれどっか行った、あ投げたんかな、ちょっとよくわかんないチャップですが、そこにいますね、シューシューって無駄に使って、シューシューってあんまり意味ない、あでもいい感じ、あちょっとダメージは微妙に与えられチャップやったちゃうから、おおオールド投げてくる、あ倒せそう、いや無理なんかな、地味に当たってましたけどね、まあ、ゆっくり行きましょう、安全安全安心してください、チャップですよって言いながら、これ炭酸ボムをいっぱい投げていて、敵の後ろの足場を奪っていくわけなんですよ、ほんで塗りポイントもなおかつゲットできるっていう、素晴らしいナイスですね、さあ地味に前線上げていきましょうか、まったりまったりまったり、こう投げつつ投げつつ、なんかチキン言うたけど、投げチキンチキンって言ったら、なんやチキンってチキンかみたいな、鳥かみたいな、ケンタッキーフライドチキンかみたいな、カーネルサンダースさんかみたいな、そんな感じやったんでしょうね、全くよく分かりませんけどねおーライズ味方ですよ、いいよ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 、シュッて投げてシュッて投げると、まあ、この2個投げがね僕効いてくる、いやいいですね、ただただ味方ですよ、うまかった、ありがとう感謝、えねえいうことで、上から降ってくるんじゃないのか、上から来ると気をつけろっていうパターンになりそうなんで、ちょっと待って、とりあえずね僕スーパーチャップ貯めときたいんで、ダイナマやん、もうめちゃくちゃ嫌なやつやんすよ、めちゃくちゃ怖いやつやん誰が見ても分かる、こうやってちょ待ってくださいよ、今4回やろうと思ったやつナイスしてやられチャップしておきましょうか、あやられたってしますね、これ飛ばなチャップの方がいいかな、じゃあこの辺でちょっと彩っておきましょうか、もうメロンソーダではないですからね、今はあれやピーチソーダやが、ピーチソーダピーチソーダピーチソーダ、あピーチソーダの人来てんな、これあやばい、やれるやれる、ワンチャンやれんじゃん、いやーもうこれやな、これこれこれ、あ上いますね、今いますね、いますね、いますね、ワンチャン焼けちゃう、ワンチャン犬だけにワンチャンみたいな、あワンチャンドッグフードみたいな感じでしてね、お前言いたい放題言うてますアナイスしてくれてましたね、ありがとうございます、ということでさ、やっぱりね2試合目も1回ぐらい4個投げしておかないと、どこにおんねや、どこにおんねや、あそこのか、そこ味方、おうまいね、うまいね、いいねいいね、もうシンプルにいいですやん、いうことでこれ降りてくんじゃん、1個2個で誰もおらんやん、ただの1個さんどんだけってなりましたねでこれシューって使ってシューって逃げて、うーんで誰もおらんで悲しいやつやまさにどんだけでしたね、1個2個スーパーチャップ使って1個2個と、これで4個投げて効果はあったんじゃいますか、うん、効果は全然あります、あでもここでやれるやれるやれる、お惜しい惜しい惜しい、アシストチャップなるかも、アシストチャップ、あでもこっちにもあいろんなところ、無理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 、まあ、ねるねるねるねさんがなんかまあ女性になって帰ってきてねるこうみたいな、ねるおじゃなくてねるこうなったみたいなね、まあそんな感じなんでしょう、おお何もしてないけど勝ててよかったほんまよかったですね、味方の人ありがとうございました、ということでゼロキルちゃん2キルは、あアシストキルが地味についてたんですね、よかったよかったよかった、炭酸棒を投げてるだけで終わるところやったけど、なんとかなんとかなんとか成績にゼロはつきませんでしたね、カッコ2ですけどね、はい、ということで今回はスクリュースロシャーベッチュにサブインク効率を 3.9 積んで炭酸ボムを2個投げようと思ってたんですけど、もう思いのほかね、もう気づかんかった、4個投げれましたなんで2個投げるっていう予定やったんですけど、4個投げれるっていうね、2倍お得、さらにお得な、めちゃくちゃスペシャルな動画になったと思うんですよ、でもねシンプルにね強かったですよ、面白いだけじゃなくて強かった、パンパンって投げてドーンってやってパンパンってやったらね、スーパー着地の意味が倍々気になっちゃいますけれども、いやそれでもねシンプルに強かったですよ、いやこんだけ炭酸投げれたやばい、口の中シュワシュワやんみたいな、チャップの実況もシュワシュワで刺激強すぎやんみたいなぐらいでね、まあ、噛んでまいましたけどねまあ噛んでもだけど、シンプルにいっぱいポンポン投げられて面白かったんで、皆さんもねいろんなサボ投げまくってみてください、ということで綺麗に締まりました、終わりにしましょう、はいご視聴ありがとうございました、よろしければチャンネル登録コメント高評価お待ちしております、ではバイバーイ、皆さん見ていただきたいかなーって、おいオッケー、僕は今気づいてしまいましたよ、いもうおじいちゃん心苦しいですけど、あの自分にナイスですね、強いと思うんですけどね僕シンプルに、あいね自分にナイス、ほんでこれ普通に、あこれ普通に倒せんちゃうか、こうやってシューンって、いやーメロンソーダ投げてからこの抹茶ソーダ投げるみたいな、あー危ない危ない、シューンシューンってほらこういうことは、ほらほら強いやん、よいしょあ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 よいしょ、誰が見ても分かる、こうやってちょ待ってくださいよ、今4回やろうと思ったやつ
やばい、やれるワンちゃんやれんで、これ。いやー、上いますね、今すね、ワンちゃんやけんちゃう、ワンちゃん、犬だけにワンちゃんみたいな。あ、ワンちゃんドッグフード、無理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 無